京工業大学の100年記念館、今博物館として使われてるんですけど、その時に篠原和夫先生に設計の依頼があった。シリンダーの形状が、下のキューブ状のものから浮かんで支えられていると。彼がすごく参照したイメージとして、 NASA の月面着陸船とか戦闘機とか憧れを抱いてた。彼の面白い言葉に、優美な仏像を戦闘機に乗せてみたいっていうことを言っていたんですよ。私、塩崎大臣と申します。篠原先生の最後の作品の設計のお手伝いをすることになりました。76歳とか7歳とかそれぐらいですね。写真では塵一つ許さないみたいな作り上げられた空間、まあ人に関しては写真も実際もクールでした。出来上がった当時、子供たちが見てガンダムだって叫んだと。それを非常に篠原和夫は喜んだっていうのを聞いたことがあります。部品が集まって出来上がった形の美しさみたいなものはどこかで感じていたんじゃないかなと。下部のアルミのパネルとガラスの平滑な面っていうもののこう交互に現れてくる。昼はガラスのところが黒く見えて、アルミのサーフェイスが少し光り輝いていて、全部で4層になるんですけど、1階の大きさが550平米ぐらいで、展示する機能とあとはコンベンションのスペースというものが入っています。ハーフシリンダーが伸びているので、建築面積でいうと750、60平米ぐらい。今はレクチャーであるとか授業であるとかに使われています。4階のシリンダー、真ん中で折れ曲がってるんですよね。片方が、大岡山駅に向かっていて、でもう片方がキャンパスの中心に向かっていると。もともとこのシリンダーの中はレストランだったんですけれども、篠原先生とビールを飲んだことがあります。中国大概在80年代的时候，世界建筑有一期的封面是小原英男的百年纪念馆。我是大概在将近20年前去东京工业大学留学，日本的同学就跟我说啊，这个人在我们学校是神一样的存在。小原英男的这些作品都是严格的由数学 来精确控制这些顶。他拿到了日本东北大学的数学系的副教授的职位，然后他放弃了这个职位，又去重新读了建筑学。小原英男有一句话叫做住宅是艺术。住宅は全部で38かな、それぐらいの数。小さいのですと100とか130ぐらいとかで、大きいのはもちろん400とか、それぐらいの敷地面積がある住宅もあります。1961年の作品、唐笠の住宅を作っている時に、冬の現場だった、都内の少し外れにあるんですけれども、でそれをもう週に何度も何度も現場に行っていたらしいんですよ。彼はこんなに手間をかけて作る住宅設計っていう作業は芸術だと考えざるを得ない。小原英男上海当代艺术馆这个展览，专业人士是看不懂，普通的人非常喜欢，完全不懂建筑的老百姓用一种自己的生活的一种直观去看，他们就会说啊，这个三角形的这个卧室啊，好温馨啊，好浪漫，我非常愿意在里面生活。篠原和夫2006年に亡くなってるんですけど、その時磯崎新さんが追悼文書かれていて、日本の建築界の定点となるような人を失ったみたいなことを書かれてて、非常に感銘を受けたんですが、やはり篠原和夫は自分の建築のためには設計してると思いますけど、